最近あわあわしたことってありますか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、琉球食経、ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。最近の小室ゆりのあわあわしたこと、神戸から大阪に向かうときにですね、電車に乗るんですけど、その電車がね、確定っていうのと普通っていう電車があってこれはどっちがどっちなんだ、どっちが全部止まって、普通って何っていう普通って何よっていうそれでね、あわあわしてたことがありまして、で X に投げたんです。いろいろこうお答えいただいてね、ありがとうございました。常磐線も普通があるよとか、いや、あの東京住んでるとそんなに普通電車って遭遇することがなくて、私があの普通っていう言葉があんま好きじゃないっていうのもあるのかもしれないですけどね。そういう時ってスマホよりも駅の看板のあのちっちゃい細かい文字で、これが快速だよとか、これが特急だよとか書いてあるのあるじゃないですか。ベンチの上あたりの看板のところにあるじゃないですか。あれを見るのがなんやかんや一番分かりやすい気がするんです。どうですか？スマホ見ます？あのスマホアプリとかでそういう時調べます？何が不安かって、あの本当に普通でいいの？じゃあ確定だったらどこに止まるのとか、その差がわからないとどうやら私は不安なようです。なのであわあわして駅のホームで立っている時は、だいたい備え付けのベンチの上にあるあの駅どこ止まるよ看板を見ている。はい、小室ゆりです。今週もよろしくお願いしますはい、次行こうっと今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。これは気になるな。2024年ハラスメント事情お伝えしていきたいと思います。 Z 世代からすると夢を語ることもハラスメントになるんだそうです。マジか。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ、ご担当いただくのは USP プロファイラーの押したり構造先生です。今月はタイプ別の世間体対処法、どんなお話なんでしょうね。楽しみにしておきましょう。そして占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生監修による週末の占いサプリもありますよ。4月ですからね、新年度スタートがテーマです。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生のお悩み相談、そーっと送っておいてください。メールアドレスは info@friendvillage-c.com。インフォメーションのインフォ、友達のフレンド、里のビレッジ -c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信してください。なお、当選の発表は商品発送をもって返させていただきます。
たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ、私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けしております。気になるサプリ、今週はアベマタイムスから、 Z 世代が感じる新ハラスメント、ジタハラ、ウィルハラ、夢ハラ、千原ジュニアが困惑、何喋ったらええねんやろ、新たなハラスメントの形として Z 世代が感じるとされる夢ハラ、ウィルハラ、ジタハラなどが浮上していると。これ何かっていうと、夢ハラは夢を聞かれること、将来の目標を聞かれるのがウィルハラ、残業するな、定時で退社しろなど時短を強いるハラスメントがジタハラなんだそうです。さらには飲み会なんかで自分の意思ではないのにビールを勝手に注文されて困る、こんな行為をハラスメントだと感じている若者もいるという。この夢ハラについては現役大学生は、私は鬱陶しいとも思わないんだけども、その夢を目指すことにまだ自信が持てなくて、もうちょっと先が 見えてから話したい人もいると思う、こんなご意見もあるんだそうですね。あとはね、長話、これ長ハラ命名した人がいるんだそうですよ。会話の中で相手を持ち上げないといけないから疲れちゃうこともあるんだよね、バイト先の社員さん休憩中ずっと喋ってきて全然休めない、これは立派なハラスメントだと思った、もういいわ、とりあえず読む、とりあえず読む、うん。それに対して千原ジュニアさん、将来の夢を聞くのもあかんねや、何喋ったらええねやろと困り笑い、逆に年下世代からハラスメントもあんでと思う、後輩から昔のジュニアさんはめっちゃ怖かったですと言われて、俺はどうしたらええねん、この散々ハラスメント受けてきたでというお話なんだそうですよ。いやー、私もね、こうハラスメント研修とかね、セミナーとかやる人間なので、ぼち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 ありえなくないっていうハラスメント、それハラスメントじゃないでしょっていうものもやっぱり入ってるよね。なんか最近のこうハラスメント事情って、本当にちょっと嫌だなって思ったらそれハラスメントですって、気軽な感じでハラスメントを取り扱ってないかって感じることもよくありますよね。このきっかけがハラハラだったんじゃないかな、ハラスメント、ハラスメント、それハラスメントですって言えば、その自分が嫌な思いをしなくて済むから、あれもそれもどれも全部ハラスメント、その結果として今言ったような夢ハラとかウィルハラっていうのが出てきたんじゃないかな。で、何でもかんでもハラスメントにすることすらもハラスメントだろっていうのがハラハラなんですけど、もうこんなのさ、はっきり言ってさ、コミュニケートすりゃいいじゃんっていう話、レベル感じゃないです、どうすかね。何でもかんでもハラスメントにして、そこでね、コミュニケーションしませんっていうのもおかしいし、じゃあさっきの長話ハラスメントだったら、うまく対処をすればその場から離れることもできるわけで、それを覚えていくっていうのも人が成長する一つのきっかけだと思うんですよね。どうやったら自分が嫌なコミュニケーションでもうまく立ち回ることができて、それができるようになると他の方への影響力っていうのも変わってくるはずなんですよね。それを何でもかんでもハラスメントだから、自分は嫌な思いをしたからって言ったら、人間力育たないと思いませんかっていうのが、この記事を読んだハラスメント研修をやる人間の感想ですね。いや、なんかなんて言ったらいいのかって思いますけど、ここで提案、
私もね、こう研修とかセミナー講演でよくお話をするんですけど、小さな脳を嫌だなって思った人間が言わなければ、そのハラスメントは半永久的に続いていきますよ。あなたが受けなくても他の誰かが受ける、これをほっといていいんですか。もしかしたらあなたも誰かのハラスメントのきっかけを作ってる一人になるかもしれない。だったら小さな脳を伝える努力をするっていうのもハラスメントを予防する一つ。これは受けての話。じゃあその嫌なことをしている側からするとね、嫌なことがわからないからハラスメントになっちゃうの。じゃあですよ、嫌なことを言ってくれ、嫌だと思ったらすぐに言ってくれ、嫌だ嫌だ嫌だと思ったらもう何でもかんでも言ってくれっていう嫌ハラっていうのを作るのはどうですかね。嫌がることを言わせるハラスメント、どうですか、どうですか。そしたらね、嫌なことを言いやすくなるじゃないですか。嫌だと思ったらとりあえずそれを伝えてくれ。でもその嫌だと思うことが全部ハラスメントかっていうと、それは一般常識的なところと、あくまで社会人としてのコミュニケートとして捉えた時に、いやそれはあなたのわがままですよね、あなたの社会的経験値が低いからですよねっていう判断もできるようになっていくと思うんですね。今ハラスメントで何が良くないかっていうと、これがハラスメントかハラスメントじゃないかっていう協議の場がないんですよ。それが全部司法の場に行っちゃってるから、結果論で全てが語られてる。これをいろいろな方の意見を持ってハラスメントかハラスメントじゃないかっていうジャッジをすればね、何でもかんでもハラスメントになるっていうこともなくなっていくのではないでしょうか。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、合同心理学、 USP コンサルティングを合わせたカウンセリング、プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と凪の木は恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの下利光三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時から FM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのは USP プロファイラー押したり構造先生です。今月はタイプ別の世間体への対処方法を、新しい角度ですね。それでは押したり先生、よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、 USP プロファイラーの押したりです。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析で、あなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、他のものにはない強みを言います。本日は自分の特性を封印してしまう厄介なあいつ、世間体のお話です。鑑定していて一番多いのがこの世間体に振り回されている人ですね。といってもこの世間体、
とてつもないモンスターで、普通に戦っては絶対に太刀打ちできません。信念や目標といった武器を持っていないと、まあ負けますね。世の中で成功している人のほとんどが、この世間体に関する自分なりの対処法を見出した方とも言えるかもしれません。言ってしまうと、周りからいい人で、痛い、なりたい、見られたいってやつですね。この世間体の影響を大きく受けてしまう星ってのもあるんですよ。その方は常に人の目線を気にしてしまいます。その星だけではなく、少なからず全ての星はこの世間体によって本来の力を封印させられてしまう傾向にあります。本来の自分を出せずにいるというわけですね。私は闇落ち度という表現を使いますが、自分がどれくらい影響を受けているかは判定できますよ。最近ではオンラインの会議、マルシェ等も増えたと思いますが、まあ、やんごとなき事情以外で画面をオフにするという行為も、少なからず世間体を気にしている一つの行動と言えるかもしれません。4000人近く鑑定してきましたが、未だかつてこの世間体に抗えている人、出会ったことがないんですよね。まあそもそも打ち勝っている人は鑑定には来ないですけどね。それくらいこいつは超絶モンスター。私は人の目線なんて気にしませんって言っている人でも、鑑定をすると20%くらいは闇落ちしてたりするんですよね。知らず知らずのうちに影響を受けてます。ご自身の闇落ち度を知りたい方は遠慮なくご相談ください。さて、この世間体に対して答えを見出した方の名言をいくつかご紹介します。アーティストのテイラー・スウィフトさんは、世間が自分をどう思っているかなんて考えたらキリがない、本当の自分まで見失って何もかも変えさせられてしまうわと言っています。トップほどしっかりと意識して対応してますね。哲学者のラルフ・エマーソンに言わせると、絶えずあなたを何者かに変えようとする世の中で自分らしくあり続けること、それが最も素晴らしい偉業であるとまで言ってます。近しい方から、そんなことやめろよ、周りに何て見られるか分かんないだろ、的な言い方された方いませんか？何のためにやるのか、誰のためにやるのか、信念と目標を持つことで対抗できます。世間体と戦う武器になる自分の USP、 知りたい方は私まで、一緒に戦いましょう。というわけで本日はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USP プロファイラーのお二人がお送りいたしました。それではまた。気になりますよね、人の目線。はい、私も気になります。気になるんですけれども、気になった時に正直に、あ、今私他人の目線めっちゃ気にしてるって自認をすると、割と嫌なこともいいことも全部ひっくるめて受け入れているような気がしております。世間体の対処方法、気になった方はぜひ押したり先生の鑑定を受けてみてください。押したり先生、ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命、行動心理学を用いたプロファイリングで生きるのがもっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。また押したり幸三先生とプロゴルファーの石綿俊彦さんのラジオ番組、ゴルファーズプロファイリングが FM 宜野湾にて毎週日曜日午前11時からオンエア中です。エンジョイゴルファーのあなたはぜひ聞いてくださいね。踊れ踊れ私の占いサブリ、 DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが大好評です。占い癒し処薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も十二星座で占っていきます。新年度スタート。それではセクシーに始めちゃおう。おひつじ座、新大久保にキンパ食べに行く、ガッとしないで大きくて太いまま食べたいわ。おうし座、そろそろ薄着になる季節よね、ちょっとよそ見しないでよ、
私が一番おいしそうでしょ。双子座、春はいろいろと香りがするのよね。土手の高いところに登ってつくしの匂い嗅ぎましょう。ガニ座、新年度の疲れが週末に出てきそうね。そんなに触って余計に疲れちゃうわよ。獅子座、春はついつい寝坊してしまいがちよね。明日の朝は隣で起こしてくれるわよね。乙女座、マチコンイベントに参加してみたら？新しい出会いの種が待っていそうよ。天秤座、住んでみたかった町にお引っ越ししてみませんか？新しいお部屋であなたとの未来想像しちゃうんだから。サソリ座、新生活だしランジェリーも新調してみたの。あなたが気に入ってくれるといいんだけどな。いて座、自然の中にお出かけしてみない？本能のままの自分に戻ったら私への気持ちがもっとわかるかもよ。ヤギ座、4月は出会いがたくさんありそうね。仕事終わりは髪の毛をほどいてオフの顔見せてあげる。水亀座、日帰り温泉に行ってみない？混浴を想像しちゃったの？タオル足りる？魚座、海辺にお出かけしましょうよ。潮風よりも強くあなたの香りを残してほしいの。占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占い、タロット、薬務、漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今回の占い執筆ご担当は、大久保の占いエレナのタロティスト、恋の日と書いて蓮華先生でした。ヤクモ先生から蓮華先生のお写真をお預かりしました。とってもミステリアスな先生でした。蓮華先生ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ、そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週2週目ですね。探偵サプリ、ご担当いただくのは MJ リサーチ総合探偵社の現役探偵でいらっしゃいます若梅秀隆さんにご登場いただきます。来週のテーマ、探偵さんってどうやってなるんでしょうね、トレーニングってしてるんでしょうかね、そんなお話をしてくださいます。楽しみに待っていましょう。そしてこの番組はもう聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キッス FM 神戸 BNI 神戸東プレゼンツエキスパートボイス、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えしてエキスパートなお話を伺う10分間です。おかげさまをもちましてこの4月で3年目突入いたしました。エキスパートボイスの方もね、だいぶ山内雅人さんとのコンビネーションも板についてきた。いつか山内雅人さんのベビーな顔をヒールに変えたいなと思っている今日この頃でございます。こちらもぜひ聞いてくださいね。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、
男女コミュニケーション心理師小室由里と、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒し処八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくで柳原バーナー演芸集団 FEC オフィス所属の笑い芸人さんが笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド、水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着乖離さんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。何かをやってそれが大きく成功した時、いい気になるのはそこそこにして、別の素晴らしいことに挑戦するべきだ。次に何をやるかを考えた方がいい。アメリカの実業家スティーブ・ジョブズの名言です。こんなデートの企画喜んでもらえたと思ったとしても、その一回限りのことかもしれませんよね。次はもっと喜んでもらおう、じゃあ何をしようかな、そんな考え方の起点がもっともっと楽しいパートナーシップを築くのだと思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。ただ立ち止まることが怖かった。手を伸ばす見えない未来を掴みたくて、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この思い届けたくて、あなたにいてほしいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへありがとう、この思い恩返し。走り続けてた、気がつけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた。この思い届けたくて、欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなたへ。